多元王朝説は古代及び中世の日本列島には複数の王朝と大王が並立、連立して存在したとする仮説。論拠は前方後円墳の形が地域によって微妙に異なること。その時代の日本列島は一つの統一王朝によって運営されていたという明確な記録がどの文献にも存在していないこと。そして、 古代中国王朝側の文献からの歴史の記述に頼らざるを得ない点などである。主な提唱者は古田武彦。多元的古代士官という用語もある。主に山東王権を中心として王朝が各地に分布していたという説、そして山東王権と九州和王朝の両勢力が並立して存在していたとする九州王朝説に分かれる。 天孫降臨として伝えられる出来事から、702年の間、畜死に、中国王朝に徴降し、朝鮮半島に出兵した王朝があったとする。山大国や和の語を、随所、東遺伝に記された、国々と考えるも九州王朝とする。祝いの乱や形態の乱はなかった、と最近に主張されている。詳しくはを参照、甲羅記には、 九州王朝の敬夫とされるものが記されている。まず、甲羅大臣の孫をその子孫として、各霊菓子命神、朝日豊星命神、暮日報星命神、淵氏命神、谷城命神、名談比命神、坂本命神、安敷命神、安楽王宝姫神,神,神,神オオといった神が記されており、さらに、一物のべひよしひ公、連、に日、昇ぼりし連、 三尾男玉、雷錬。四、新力玉衣錬。五、日光玉一錬。六、日登玉孫錬。一、日上がり玉錬なお。二、車南錬爪、ね。三、日柱男錬広し。四、大自家錬春。五、大前人錬親。六、家天南錬身。七、大長津正秀。八、大小津錬平。九、上中熊錬豊。十、神天使錬家。 十一、神道天連領。十二、神塚探連法。十三、神天中連治む。十四、神頭国連記。十五、神戸玉連なお。十六、神面土連圧し。十七、県明光連中。十八、意見公ゼ連。十九、県天皇県連。二十、金金光連眼といった系譜がある。この中には、公や、連などといった称号がある。 九州王朝説の根拠の一つであり、これは九州王朝において天皇制が施行されていた根拠であるとされるが、記される神明は古代系図と思えない奇妙なものが並ぶ。なお、山東王権は九州王朝の天皇の下の大王としての位取りであったとしている。出雲国古代出雲を参照。山東王権を参照。神武天皇は実在したとする。 神武天皇は、福岡県の日向川のあたりから、道卓の中心地である大和に東を貸したとする。慶大天皇の時に王朝交代があったとするが、王神天皇の時は王朝交代はなかったとしている。また、忍徳天皇の前に、宇治天皇がいたとする。東日山古墳の被葬者は、関東に存在した王朝の、片城大王に仕えていたとする。 格塚古墳において出土した埴輪より、山東王朝勢力が北上した、と、一般的には考えられているが、和田家文書から、九州王朝から逃げた安美彦の子孫による王朝があったとする。和田家文書に出てくる長須スネビは、九州の豪族としている。ただし議書が根拠なので、学会からは全く認められていない。主な論者として、教授、元教授では、 古田武彦、北村大一、笠谷和彦、平野佐田が、在野では、小型津也、竹下義郎などがいる。主にリベラル派に多かった支持者だが、平野や竹下のような保守派の支持者も存在している。日本初期の慶大天皇から、皇玉天皇に関する記事は12年の誤差があるとする。聖徳太子や木の富の変もこれによる。この山田国は、やがて、 地区朝廷に発展したとするのが九州王朝説である。次のことから近畿天皇家は本来九州王朝の進化であり、白月の絵の戦いの前後から次第に独立していったと考えられる。また、次の王朝も九州王朝に服従していたと考えられる。ただしすべての根拠は、 正しい根拠に基づいておらず、九州王朝が実在したとは到底証明できるものではない。和国の藩とは海外にも広がっており、日本列島外の和人も独自の王朝を築いていたとする。南米、儀式に出てくる裸国、黒派国は九州王朝の徴工国である。それは以下の理由による。 豪州オーストラリアの先住民である黒人は、領所に出てくる、海人である。なお、領所では、和人がアマを食用にしていたと記されているが、これは、古代にも、人種差別があった証拠である。中南米のオルメク文明には、黒人をかたどった彫刻があるが、これは和人によって連れてこられた黒人であると、考えられる。朝鮮朝鮮は、九州王朝の朝光国であった。 それは以下の理由による。南洋港、天の源は、パラオであった。その根拠は、ウシトラ日本記に引用されている天皇記による。ありがとうございます。